ガス灯ランプ部分の拡大、姉が工事2、京都市中玉区ガス灯は、ガス燃料の燃焼による照明。18世紀末、スコットランドのウィリアム・マードックが、ガスの燃焼を利用した照明を考案した。初期のガス灯は、直接加工から火を点灯し、炎を直接明かりとして利用するものだったため、光量を上げる必要があり、加工を平たくして、 ガスの放出面積を広げ線形の炎が出るようにしていた。このタイプのガス灯は炎の形状から魚尾灯と呼ばれた。魚尾灯の明るさは約15ワット程度とされている。イングリッド・バーグマンの主演で知られるガス灯は舞台設定が1875年で魚尾型の時代であるが現れるガス灯のほとんどはガスバーナーのような単管の裸火タイプである。 白熱ガス灯は食光を強めるためガスマントルを利用したガス灯である。1886年、オーストラリアの科学者のカール・ベルスバッファが、浅いや木綿などの網袋に、トリウムやセリウムといった金属化合物を含振させたガスマントルを発明した。ガスマントルを炎にかぶせて高温にすることで、その熱福射を使用して明るくするもので従来のガス灯の 約5倍の明るさとなった。従来の裸火のガス灯と区別するために、白熱ガス灯という。現在見ることのできるガス灯の大半は、この白熱ガス灯である。1792年、イギリス人技師のウィリアム・マードックが、自分の小屋で石炭から出るガスによる、照明の実験に成功。1797年には、イギリスのマンチェスターで、ガス灯が設置された。 1886年には、オーストラリアの科学者のカール・ベルスバッファが、ガスマントルを用いた白熱ガス灯を発明した。産業革命後、工場の稼働率を上げるため夜間照明への期待が高まり、ガス灯が使用されたものの、作業用照明としては、明るさが不足していた。また、19世紀半ばには、一般家庭の室内照明としてもガス灯は、 普及していたが、当時のガス灯は爆発の危険もあり、室内の使用に適したものではなかった。ガス灯を使用すると、室内の壁が黒ずんだり、硫黄臭やアンモニア臭が発生することもあった。また、ガス灯の使用は大量の酸素を必要としたため、室内の人にめまいや頭痛を引き起こすこともあった。そこで19世紀半ば以来、ガスではなく、 電気を利用したアーク灯や白熱電球などの電灯が開発された。白熱光による照明の開発には20人以上の発明家が取り組み、1870年代末にイギリスのジョゼフスワンやアメリカのトーマス・エジソンによって白熱電球が生み出された。日本においても18世紀頃にはすでに 越後地方において、因果として、天然ガスの存在が知られており、ガスを投下として用いた最古の記録としては、安政の大地震以前に、森岡藩の医師であった、島隆穂が、亀戸の自宅において、コールタールから発生させたガスを投下として、燃焼させたことが記されており、また、同時期に、森岡藩の医師、鉱山技術者、大島高等が、 水戸藩の建設した中港反射炉の燃焼ガスを用いて、照明とした記録や、鉱山の石炭ガスを燃焼させて、灯芽として燃やした例などがある。1857年には、鹿児島県鹿児島市の千岩和園において、既存の石道路にガスの管をつなぎ、照明としてガスを燃焼させた。この装置の製作を命じたのは、島津丸明であり、 半内各地において同様の装置を設置する構想も立てていたが、翌年の旧制で構想は流れた。造幣局創業当時のガス灯明治時代に入ってから本格的な西洋式ガス灯の照明器具が用いられるようになった。日本で最初に西洋式ガス灯が灯されたのは1871年、大阪府大阪市の造幣局周辺においてで、 機械の燃料として用いていたガスを流用する形で工場内及び近隣の街路にてガス灯が点灯された。その時使われたガス灯の器具は造幣局内に現存する。翌年の1872年9月1日に実業家高島海門とフランス人の技師プレグランの尽力により神奈川県横浜市に最初のガス灯が作られ、 日本におけるガス利用に宣弁をつけた。伊勢参化石炭造跡に横浜ガス会社が作られ、ガス島が一般事業として運営されるようになり、同年9月29日にガス島が横浜の大江橋から馬車道、本町通海愛に設置された。横浜市立本町小学校内にガス島が保存されている。翌1873年には、 銀座にもガス塔が建設された。当時、これらのガス街灯の点灯、消灯をする業務にあたる人を、転生方と言った。1880年11月、二世新七の歌舞伎、機関星箱根四株へ初演で、幽霊の出没に、ガス塔を使用した。配管配線による供給が難儀し、一般家庭や、店舗の紋糖、検討はまだ石油ランプが、 一般的であった。ガス灯には、煙の匂いがする、及び、火災の危険性という欠点がある。伝統の発明と配電システムの普及により、屋内用の照明としてのガス灯は、これらの欠点のない伝統に需要を奪われた。第二次世界大戦後の昭和20年代、昭和30年代には、電力需要が逼迫、連日のように停電が続くようになると、 夜間営業を行う飲食店などが、ガス灯に切り替える例や、電球入手の困難さから家庭内で使われる、卓上のガス灯が販売された時期もあったが、電力が安定するとともに、再び電灯が河川した。煙の匂いや、火災の危険性などの欠点があるガス灯は、屋内照明としては、捨てれていった。屋外では、観光や趣向のある景観の街灯としての使用が、 見られる。なお、ガス灯の燃料としての都市ガスの供給設備などのインフラは、調理用や暖房用のガス器具への燃料、供給設備としてその後も整備が続けられている。都市ガスの配管において、使用者の敷地内のガス設備を供給内管というが、ガスメーターを挟んで銅、またはボンベからメーターまでを、明かりがい内管といい、メーターから器具までの管を、 明かりないない缶という。それは、ガス灯が盛んだった時代に、ガス灯内のガス管に使われていた名称の名残である。ありがとうございます。